マギー守と本日の相棒はパフォーマーの翔です。さあ、私たち普段は大阪南難波高島屋の前でこんな風船作ってます。今は自粛で自宅です。さあ、まずは見てください。はい、この細長い風船どん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 長くなっていきます。さあ、これをしっかり端と端をくくって大きな真っ赤な輪っかができてきました。さあ、これをさ、もう一工夫すると、さあ、何ができるか。はい、みんなの大好きなハートができました。さあ、このままでは寂しいので中に一つ作ってもらいます。次はこの白い風船を使います。これはどん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 ひねっていきますね。あっという間にこんな顔ができましたよ。はい、ではさらにどん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 ひねっていきます。これでこんなうさぎさんができます。先ほど作ったハートに今作ったうさぎさんを入れてあげると、これであっという間にハートの中にうさぎさんが入りました。はい、もう一つのハートにはピンクの風船を少し短めですが団子をどん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 作っていきます。さあ、これで団子ができました。さあ、これをひねっていくと、これでね、プードルの顔ができてきたんですよね。これもハートと合体していきます。さあ、これで団子ができました。さあ、これをひねっていくと、これでね、プードルの顔ができてきたんですよね。これもハートと合体していきます。さあ、皆さん、先ほどのハートのうさぎさん、高島屋の前で作るとなんと1個200円で買えるんですよ。そしてもう一つはハートにプードル、はい、緑の風船、鉛筆のような風船でペンシルバルーンと言います。はい、なんとなんとこんなに長くなっていきます。これも端と端をくくって大きな輪っかにします。さあ、実はこの風船がなんとなんと飛行機の翼になって飛行機になっていきます。そして今日この飛行機にはバイキンマンが操縦で乗ってます。では今からたくさんの作品を紹介したいと思います。ミニオンです。キティちゃんです。みんな多分が知ってると思う、ポケモンのピカチュウです。じゃあこちら、ガチャピンです。クマモンです。はい、では次こちら、雷です。ではこちら、トトロです。親子のプーさんです。に乗ったバイキンマンです。皆さん、ステイホームで大変だと思いますが、この時期を乗り越えてみんなで一緒に頑張りましょう。